敵はダークファルスダブルを殲滅し、深淵なる闇への道を作ること。相手はダークファルス、その力の増幅してません。カリバー、気をつけて無事に帰ってきてください。あなたを愛してる。Imagine
道は開かれました。残る目的はかの強大な目標を打ち倒すことのみです。あなた、細かな指示や命令はありません。完全と戦い、必ず生還してください。絶対に、絶対ですよ。Get out! Get out!
聖杯が私を汚す者などいらない。私が見つけたのは、聖杯が私を汚す。ここに契約は完了した。ペルソナの存在か。何か分かったの、シャオ君？君とマトイ、二人にとっては辛い話になるかもしれない。それでも聞くかい？うん、私も聞きたい。何があったのか知りたいの。分かった。これは確実な話ではなく、状況から見た仮説に過ぎない。それを踏まえて聞いてほしい。深淵なる闇のナベリウス侵食は、君やアークスの力で食い止められた。戦いによって深淵なる闇の力は削り取られ、よりしろとなっていたペルソナが表に出てきたんだろう。そしてペルソナはその隙を逃さず、自らの能力を使った。能力って、時間速をするっていう？そう、自分の時間を巻き戻したのだ。深淵なる闇、復活直前の状態まで。膨大なフォトンを持つ深淵なる闇と共に巻き戻るのは、そこまでが限界。でもそのおかげで深淵なる闇はナベリウスに復活直前で縫い止められている。でもこれはあくまで巻き戻しただけ。深淵なる闇はいずれはまたこの場で復活しようとする。そこを再びアークスが、君が戦い、深淵なる闇の力を削いで、もう一度巻き戻る。深淵なる闇復活。
繰り返して、ずっとずっと。そんなのあんまりだよ。何か助ける方法を探さないと。深淵なる闇自体はフォトナーですら封印するしか手がなかった相手だ。悔しいけど今のところは手がない。このサイクルがいつまで持つかそれもわからない。今回は大丈夫だった。では次は、その次は、10回繰り返したら。僕にも誰にもわからないんだ。僕が集中して演算したとしても解が見つかる保証はない。でもペルソナやシオンのおかげでそれだけの時間がもらえたんだ。僕たちにはなすすべもなく食らい尽くされる結末もありえたけど、二人のおかげでそうはならなかった。この時間を無駄にはしない。きっと答えはあるはずだ。うん、大丈夫だよ。きっと大丈夫。あなたは私だって助けてくれたもの、救ってくれたんだもの。答えはきっと未来にあるよ。シオンさんとあなたがその道を切り開いてくれたんだから。だからそれまで待ってて、必ず迎えに行くから。